まあプロなんで、やっぱ自分がどうのし上がっていくかっていうか上に行くかっていうことしかみんな考えてないんで、そういう風な気持ちじゃないとまず上にはいけないと思う。鹿島に高校卒業して入った時に、鹿島アントラーズのスタメンってブラジル代表の選手か日本代表の選手しかいなかったですよ、ほとんど。まあ、尊敬というか、本当にこの人たちすごいなっていう目で見てましたね。でもこういう選手たちを超えていきたいっていう強い気持ちはずっと常に持ってました。僕ずっと本当に試合に出れてなかったんですよ。6年近くずっと出てなくて、フロンターレにレンタルで出されてっていうか、自分からもちろん試合に出れないので出て行って、フロンターレでも試合が出れなくなってしまって、でまあ鹿島がフォワードが足りないということで半年で呼び戻してくれたんですけど、その当時リーグ戦は鹿島が1位でフロンターレはビリだったんですよ。でビリで試合に出れてない選手が1位のチームに帰ってきて試合に出れるわけないじゃないですか、常識的に考えて。でもなぜか戻った週の試合で僕スタメンだったんですよ。でその試合でゴールを決めて、で次の試合にもゴール決めて、でそこをきっかけに急に試合に出れるようになって、どんなに自分がまあ追い込まれても絶望的な状況になっても常にこうクビになるかもしれないっていう状況に置かれながらも準備だけは本当にしてたんですよ。まあ、トレーニングずっと続けてたのでチャンスがまあつかめたかなとは思いますね。いやもう本当にね、昔と比べたら相当やはりみんな上手くなってますよね。ちょっとこうおとなしめかなっていうのは感じるところですかね。で技術的にはすごいレベルはすごく高いんですけどね。まあ井出口選手はこの前ねすごいいいプレーしてたし、守備もできて、まあ、攻撃もできるような、でも日本の代表にとってはああいう選手ってすごく必要なんじゃないかなっていうのは思いましたね。まあ、海外のチームに出てったりとか、でヨーロッパのトップリーグに行って活躍するっていうところがまあ目標になっていくと思うんですけど、やっぱりあそこで勝ち抜くにはおとなしかったらまず勝ち抜くことできないと思うんですよ。技術ってもう本当に長い時間かけないと変わらないんですよ。でも気持ちって1秒で変われますよ。そっちの方が難しいことではないと僕はまあいつも思いますけどね。